よろしくお願いします。あいかです。え、月に20本、最高記録22本でした。週5、6毎日連勤でみたいな。違う作品を、はい、じゃあ今年もお疲れ、乾杯って言った瞬間にピロンってなってパッて見たらお父さんで、うわバレた、どうしよう、乾杯どころじゃないみたいになって。この話大丈夫ですか？全然大丈夫。はい、ネット外は始まりました。第7回目のゲストなんですけど、まあ僕らの世代では知らない人はいないでしょう。はい、女優の愛香さんに来ていただきました。はい、よろしくお願いします。愛香です。さっきと全然違う。さっきと全然違う。そんなことないです。今日はちょっと愛香ノートというノートを僕勝手に作りまして、はい、めちゃめちゃいろいろ書いてるんですけど、ウィキペディアの調べによりますと、愛香さん、はい、兵庫県出身。嘘、うん。1999年8月25日に愛香が誕生した。はい、はい、90年は嘘。そうなんですね。で、大型。嘘、はい、A です。身長が大きいですよね、165センチ。はい、で、チュリサイズがウィキペディアに載ってるのだと90、60、81。へぇ、ウィキペディア上では。知らん。で、2011年に、AV でデビューされまして、2016年5月に DMM、アダルトアワード2016優秀女優賞を受賞。はい、で2017年の3月にスカパーアダルト放送大賞女優賞を受賞。はい、という、はい、僕がとりあえず調べたのはこれで、こっからちょっといろいろ質問を僕が勝手にしていって、はい、愛香ちゃんを深掘りしていこうと。何でもどうぞ。多分僕らの世代で知らない人はいない男性で、愛香ちゃんを。てか僕はほとんど知ってますから。今日もうわ本物やと思って。で、17という、ライブ配信のアプリで、まあ、僕も配信やらせてもらってて、はい、一方的に僕が、まあ、ファンですみたいなの言ってて、でダメ元で僕出てくださいって言ったら、いいですよ、うん、私 NG ないんでって、 NG ワードないんでって言ってたんです。ないです、 NG ワードないです。今も嘘とか言ってたっていう。平気で嘘、ウィキペディアを嘘って言ってたから、この、まあ、ネクソドアの愛香編を見れば愛香が分かるというか、うん、もう愛香の教科書ないし参考書になるんじゃないかっていうようなのを作りたいなと思って、はい、ちょっと今日はどんどん質問していこうと思うんですけど。お願いします。いいですか？カモン。もともと美容師を目指してたっていうおっしゃってましたけど、はいはい、美容師はもう小学校ぐらいからやりたくて、もともとちっちゃい時は歌うのが好きやし、あと人の髪とか自分の髪アレンジするのが好きで、どっちかに将来の夢になりたいと思って、歌手か美容師って卒業アルバムとかにも書いてたんですよ。でだんだんこう成長していくごとに、歌手は無謀やと思って、自分でその実現できる方どっちかなって考えた時に美容師やったんで、専門学校を美容学校にしてって感じでなったんですけど、まあ美容師の世界はすごいお金の厳しい世界なんで、もう初めてすぐにたまたま出会ったスカウトの人に言われて、こうレビューをバイト感覚じゃないですけど始めることになったんですね。美容師と女優さんと、うん、こっちを取ったわけですよね。美容師を辞めたわけですよね、はい、そのきっかけは何かあったんですか？その境目なんですけど、うん、AV を取ったわけじゃないんですよ、うん、美容師を続けるために AV をやってたんですけど、美容師がちょっとまあ体調面を崩してしまったりとかで、もうちょっと迷惑かけるから続けられないなって状態になっちゃったんですよ、一回、うん、でそのタイミングで美容師を辞めた時に、その時 AV 全然売れなかったんですよ私。売れてないし、仕事もひどい時なんか4ヶ月全く仕事がない時とかあって、マジでちょうどその頃だったんで、もう辞めようと思ってたんですよ。だけど辞めようと思った時にこの間もちょっとちらっと話したんですけど、その
アフリカの撮影のお話の依頼が来て、はいはい、その時今はもうちょっとなくなっちゃったんですけど、はい、AV オープンっていうその業界でのなんか作品をこう出し合って賞を競って取るっていうイベントみたいなやつだったんですよ、1年に1回の。でそれにあの出展する作品としてアイカで撮ってみたいんやけど、うん、出てくれへんって言われて、うん、アフリカ嫌です、行きたくないですって言って、はい、でとりあえずじゃあアフリカ行かなくていいです、はい、富士サファリパーク行ってくださいって言われてはみたいな、全然ちゃうやんとりあえず国内やしでなんかの車でこうね走ってって周りに動物いるみたいな環境で、はい、何この撮影と思いながら帰ったんですよ、はいはい、そしたら後日、うん、マネージャーからあのアフリカ行けってやっぱダメかなって言って、いや無理って言ったらそのためにサファリパーク行ったんやろみたいな、はい、あれなんか前振りらしくてみたいな前振りみたいな嫌やから断ってたんですけど、うん、1週間あった日数を4泊6日に減らしてきたんですよ、はいはい、でギャラも若干やけど上げてきたんですよ、はい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 、えそこまでして私に撮りたいってどういう意味みたいな、うんうんうん、全く分からなくて売れてないし、なんでそこまでやるんやと思ったけど、じゃあちょっと一回ポジティブに考えてみよう、ここまで言ってくれるってことは何かあると思って、なるほど、考えた時に絶対旅行ではアフリカに行くことなんてない、今ないですね、人生で一回も経験しないであろう人がことを自分はタダで経験できる、うん、ってなったらもしかしたら自分のなんか成長になるかもしれない、チャレンジ精神で行ったら行けるかも、しかも行ってしまったらもう帰ってこれへんからやるしかないから、なるほどなるほど、死ぬわけじゃないしって行ったところで、うん、人生経験として行くかと思って、分かったよってなんとかそれが成立してしまって、反響は反響なんかちょっとなんだっけあれ、ドキュメント増えたんですか、僕すいません、あの知ってて言ってますけど、そうですよね、全部見てますから、ね、2回見てますからね、はい、台本もないんであれ、はいはい、車の中で結構えらいことしてますよ、ね、そうなんですよ、もう不機嫌そうにもうなんかこんな感じ行きたくないって感じで空港もこんなやったし、うん、なんでこんな環境で私こんなことさせられなあかんねやったかって、はい、文句言ってたぐらいやのに、はい、なんで売れたのかなと思ったら結構そのドキュメント風の感じが良かったっていう声が多くて、なんかそのエロ以外のシーンとかが結構評価されてて、なんかその子供たちと遊んでるところだったりとか、でその意見も聞くまでにまず賞を取ったんですよ。え、それはその作品がってことですか？作品がそのさっき言ってた出展する AV オープンに。でその後ってどういう変化があったんですか？それが売れました。そしたら忘れもしない、あのその頃人気だったオイルエステ作品、もう何回見たかアイカちゃんのやつ、なんかあのパッケージのやつ、こんな同じことをメーカー変えただけで同じことやってても売れへんやんって言っても、いやお願いしますよみたいな、もうただただ台に乗っけてマッサージされてたと思ったら、うん、急にスルンって言って、うん、あーあーみたいな、うん、美薬みたいな、そんな感じなんですけど、うん、それがなんでか知らんけどバゴーン行って、4ヶ月仕事なかったやつが急に月に10本、15本、20本って増えてきて、え、月に20本、最高記録22本でした。え、それって月30日じゃないですか、もう毎日1本ずつ撮ってるみたいな、はい、週5、6、毎日現金でみたいな、違う作品を、はい、オイルエステは何で売れたんですか自分の客観的に見る感じでは。それもてか売れる理由って結局誰でもそうなんですけど分からないんですよ。狙っていったら外れることがあるし、うん、いやこれはまあまあいいかって思ったやつが急にパコ売れたりとかするし、で結構その業界的にはこうルーティーンがあるんですけど、だいたいギャルがになんかすごい売れる時があったりとか、うん、ロリが売れたりとか、ジャンル別にこう周期があるんですよ。そんな ジーンズみたいですね、うん、古着みたいですね。リーバイス着て、本当にそんな感じ、またリーバイス来るんかいっていう、まさにそれですよ。私がなんならデビューしたてぐらいの時にめっちゃギャル流行ってた時があったんですよ、うん、それこそルミカちゃんとか泉真奈ちゃんとか。おー、なるほど。その時以来に来たのがその時だったんですよ。私別にそんなすごいギャルやってるつもりじゃなかったけど、まあ世間的に言うとギャルってことで、もう本当にたまたま跳ねたって感じですね。ギャルってもうその愛花といえばギャルという代名詞じゃないですか。これいつからギャルだったんですか？
元はといえばですけど、私高校生の本当2年生ぐらいまでめっちゃその時期でいう裏腹っていうなんか系統があったんですよ。ありましたね、裏腹。なんか昔の雑誌で言うとノンノとかジッパーとか、今で言うとちょっと清楚っぽい感じの重ね着みたいな感じのタイプやったんですよ。でも一緒におる子たちがちょっとギャルっぽい感じで、うん、うわこんな1枚でこんなおしゃれになるんやみたいな、うん、結構シンプルでもギャルってめっちゃ派手になって可愛いなみたいなって、うん、ちょっとギャルっぽくなってきて、うん、で専門学校でさらにちょっとヒッピーみたいなギャルになって、ヒッピーってどんな感じ？なんかちょっとエスニックっぽい感じで、なんかエクステとかもレインボーつけたりとか、なんかザ・ギャルとはちょっと違うギャルだったんですよ。へえ。で AV 始めて海めっちゃ行きまくって、うん、そしたら自然と真っ黒になっちゃって、うん、でマネージャーに、うん、もういいや黒ギャルでみたいになって黒ギャルになったんですよ。意識してギャルで売っていこうっていうのとかではなく、全くないです。もうその時の自分のベストを尽くしていたら勝手に黒ギャルになってました。オイルエステで売れたじゃないですか。はい。愛華ちゃんの周りってなんかそういう環境みたいなもの変わったんですか？環境変わりましたね。私がデビューぐらいに売れてたギャルの子たちは、うん、ギャルはギャル、だからギャルメーカーでしか基本取らない、なんですけど、私がその跳ねた時って全くギャル関係ないメーカーにめっちゃ呼ばれたんですよ。例えば超人妻とか、ほう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 、ちょっとふっくらのフィッチっていうメーカーやったりとか、あとかわいいっていうちょっとロリ系のやつとか、それでアイカバブルやみたいな感じでなんか業界的に言われたことあって、今までこんな例がないみたいな、業界全体がなんかちょっと湧いたというか変わった感じ。それ嬉しかったですか？めっちゃ嬉しいですよ。帰ってやったじゃないけど。ですよね。そしたらその事務所の社長に、アイカチンめっちゃありがとうみたいな、このうちらの事務所でこんな長い時間その月にいつも女優ランキング1位取ってる子初めてやわみたいな、本当にありがとうって言われて、え、そうなん1位なみたいになって、いや今ランキング1位やでずっと、半年ぐらい、結構2016年ぐらいかな、1位取らせてもらってて、あ、なんか意外とそこまで結果出てたんやってなってから、気づいてから天狗になったんですよ。天狗になったんですか？アホですよね。もうめっちゃ天狗になりました。私よりずっとやってるはずやねん、なんでこんな容量悪いのとかなってきちゃったんですよ。めっちゃ周りには絶対が1位やろって言われてたのに、1位取ったのは大月秀樹ちゃんで、大きいた瞬間めっちゃ涙できて、上原愛ちゃんが浮かんだんですよ。それで変わろうって思って2017に繋がって。